中、向こうから可愛らしい女の人が歩いてきた。次の瞬間、その女性が柵にぶつかって倒れました。よく見るとその女性はサングラスに白い杖を持ってました。大丈夫ですか？大丈夫。どちらへ行かれるんですか？迷ってしまった。行き先はこの近くなので、よかったら連れて行ってほしい。いいですよ、一緒に歩きながら。では左へ、その次を右へと案内され歩いていました。車が正面より通り過ぎていって、ライトが当たった瞬間、その女性が明らかに私の表情を伺っている様子でした。カッと開いた目が見えました。初めて恐怖がやってきました。今から訪ねるのはローンデがない子です。その子はまだ小学生で、ローンデがなくなってしまいました。すると急にその女性は、あるマンションの近くで、ここでいいです、どうもありがとうと。私はどうしても気になり、そのマンションを隠れて見てると、さっきの女性が降りてきます。しかも階段をひたひた軽やかに。もう一人いました。20代後半くらいで、撮っていて両腕がない人でした。するとその女性が急にバッグから魔法瓶を取り出し、液体をかけ始めました。男性はもうすごい絶叫。私は走って帰って、一晩中半泣きで過ごしました。あれは何だったんだろう。